瞬のうちの緩みが死を招きます。 貴様がこの俺の敵ではないのだ。 敵に倒して正気に戻しましょう。お前の限界か。畳みかけていきましょう。れがお前の限界か。体力が限界のようです。あともう一息ですよ。ビッグバン！少しはできるようだな。そんなことがあってかまった。そうだ、それでいい。やればできるじゃないか。今から特別授業を始めるわ。みんなとりあえずお前の力を見せてみる。高い動きだ。お前気に入ったぜ。なんて野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えてやがる。今から特別授業を開始します。皆さん参加してください。ブラッシャー軍団に入ったらこれくらいのことはこなしてもらわねえとな。うまく技を作ってました。俺に攻撃を当ててみろ。向いていると痛い目に遭うとね。俺はちゃんと見ているからね。甘いんだよ。かなかいい動きだったが、俺たちの仲間になれるまであと一歩ってところだな。期待してるぜ、ルキ。そうだ、それでいい。やればできるじゃないか。今回はお前の力を試すのに、うってつけのやつを連れてきた。おろす気でやっていいんだな。ああ、悪いがここでくたばるようなやつにまともにしても足を引っ張られるだけなんだよ。ここまで追い詰めるとは。褒めてやるよ。正直ここまでやるとは思ってない。どうした？本当に殺されてもいいのか？よくやった。俺も舌を巻く上達ぶりだぜ。次を楽しみにしてな。お前になら俺のとっておきを教えてやれそうだ。少しはマシな動きができるようだな。教えがいがありそうだ。フフフフフ。よくここまで耐えた。これが最後の授業。お前の持てる全てを使って俺と戦え。お前の真の力をいいだろう。お前は今日から俺たちの仲間だ。お前と銀河中を荒らし回るのが今から楽しみだぜ。なんて野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えてやがる。毎度よっ、おはよう。さてと、かったらいいけど始めるとしようか。さっき教えた技で僕がいいって言うまで戦ってごらんよ。もちろん僕とね。勝ったら君を生徒にしてあげよう。まあ一生懸命差は伝わってくるよ。この辺でいいだろう。合格だよ。特別に君を生徒にしてあげるよ。先生ってのを一度やってみたかったんだよね。これからが楽しみだよ。なんて野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えてやがる。おはよう。さっき教えた技はちゃんと確認したかい？今回はそいつで戦ってもらうよ。相手は孫悟空とベジータ。スーパーサイヤ人を超えた強さを手に入れたそうだ。どうだい？君にふさわしい相手だ。メーカーエル様のとっておきっての。確かにこれなら進めそうだぜ。俺は誰であろうと全力で戦う。それだけだ。僕はここでケーキを食べながらゆっくり観戦させてもらうよ。座ってるだけあるな。ギターなめてちゃ勝てねえぞ。貴様に言われるまでもない。俺を誰だと思っている。二人とも本気になっちゃったみたいだね。頑張って倒してみることだ。二人とも確かに強くなってるんだけど、こんなに苦戦してるようじゃ君もまだ甘いね。二人を倒すなんてなかなかやるじゃないか。僕でもちょっと手こずったのにね。君は案外やるようだ。もうちょっときつい授業にしても良さそうだね。そうだ、それでいい。やればできるじゃないか。おっほん、楽しい特別授業の始まりじゃ。くれぐれもしっかり参加するんだぞ。おはよう。強いやつがいつだって一人で向かってくるとは限らない。たくさん敵が出てきても相手できるようでなきゃね。みんな倒せたら僕が相手を決める。教えた技をちゃんと使うんだよ。貴様殺す。あ、そうそう、今回は制限時間が短いからね、あんまり時間かけるようだとこの星を破壊しちゃうよ。ありゃ、あっさりと倒した。2対2、3対2、まあそんなもんだね。僕の生徒なら当然だね。おいおい、しっかりしてくれよ。あと一人しかいないじゃないか。今日死ぬしちゃうな。倒しちゃったか。早すぎるよ。アイスまだ食べ終わってないのに続きを食べるから、とっとと君を倒してしまおう。いい判断だね。終わりだ、終わり。時間かかりすぎてアイスが溶けちゃったよ。僕と張り合うなんて君やるじゃないか。次はもっと難しくしてやろう。例えば僕がちょっと本気で戦うとかね。ま、楽しみにしててよ。そうだ、それでいい。やればできるじゃないか。おお、楽しい特別授業の始まりじゃ。くれぐれもしっかり参加するんじゃぞ。おはよう。さて、これが最後の授業だよ。前に話したけど少し本気を出してあげる。とはいえ君と僕とじゃ力に開きがありすぎる。僕が終わりと言ったら君の勝ちと認めてやろう。ただ戦ったんじゃつまらないから僕の技で戦うんだ。今度こそプリンというやつ。お返しだよ。なかなかいいじゃないか。最後はあの技で決めてみせてくれ。これで終わりだよ。君の勝ちだ。ほんのちょっとだけとはいえ本気を出した僕とここまでやれるとはね、大したものだよ。あともう少ししたら君は僕が思う存分本気を出せる相手に成長するのかもしれないな。なんて野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えてやがる。おや？君の実力はなかなかのもの。その君を見込んで頼みがあるんだ。僕は生まれてこの方修行をしたことがある。そう、修行に付き合ってほしいんだよ。誰にも負けない。素晴らしい力を手に入れるためにね。物足りないな。もっと激しく攻撃してる。いいぞ、もっと本気を出してこい。僕を殺す気で来るんだ。少しはマシな動きができるようだな。教えがいがありそうだ。今までの戦いとは違う世界を見せてあげるよ。神の次元ってやつをね。さあ、測ってくるがいい。いいぞ、その調子だ。お返しだよ。お返しだよ。お返しだよ。どうした、それで本気かい？破壊神の僕。いいセンスを持っているようだな。こんなに楽しかったのはいつ以来だろう。ビルス様、満足されたようですね。今の攻撃、なかなかのものでしたよ。下界のものにしてはお強い。あなた、ビルス様が死んだら次の破壊神になりませんか？油断しすぎましたよ。まったく余計な攻撃をもらったじゃありませんか。へえ、なかなかやるね。大したもんだ。想像の前に破壊あり。勘違いするな。お前を助けに来たわけじゃない。少し暴れたくなっただけだ。俺は貴様と戦わなければならないんだ。サイヤ人の本当の強さを教えてやる。はあ、無駄だと思うけどね。プリンというやつを。俺が相手するまでもなかったか。そうだ、それでいい。やればできるじゃないか。